こんにちは、FVOTV です。今日は、ちょっと、5G のことについて触れたいと思います。2000、えっと、記事を読みますよね。2019年、登場の 5G スマートフォンは30機種を超え、6月以降の製品を見る。2019年は、えっと、4月から、4月から、韓国とアメリカ、 通称ユナイテッド・オブ・アメリカ 5GHzMR 方式によると 5G サービスが開始され 5G 元年といえる年だった <laughs> 5G はスマートフォンサムスン、LG、ファーウェイといった日本でおなじみのメーカーに加え オッポ、シャオミも欧米に製品を展開している。そして11月1日に中国が 5G が開始されるや否や中国メーカーから次々と 5G スマートフォンが登場している。5G 開始当初の各メーカーのスマートフォンは本市6月に 時点の記事でまと,ままとめられている今回はと同記事同記事以降に発表あるいは発表された各社の 5G スマートフォンを時系列ではい大好き時系列でまとめてみたうんと 5G スマートフォンのとメーカーだけいますね んとこれはね AQOO で価格がと約5万9000円と6.39インチ次レノボ Z6 pro 5G 価格,価格5万2000円画面サイズが6.4インチで中国でね いこ,とですね、これはわかんないえっとなんだ CHIMAMODIIE 先行者かける1、えっと、価格が7万8000円の画面サイ,サイズが6.471で、えっと、次はとギャラクシーノート10、えっと、いや約13万2000円 ねえ、画面サイズが六点八インチ。えっと、サムスン。サムスンギャラクシーでしょギャラクシー。サムスンギャラクシーノートテン五 g 約十一万8000円、6.31。次、えっと、サムスン。ギャラクシー A95G。えっと、価格は、えっと約九万五千円。 の画面サイズが6.7インチ。サ,サムスン・ギャラクチフォート 5G。11万8000円。画面サイズが7.3インチ。プラス4.6インチ。これは、うん、と折りたたみ式のスマホとして有名になりましたね、うんと。シャオミミ9プロ、うんと。価格が5万8000円の、うん、と画面サイズが 6.4インチ。で、これはメモリ化とラムが8ギガ、ロムが12ギガの、メモリが8ギガの12ギガで、ストレージが128とか、ま、少ないですね。えっとシャ、シャオミミーナイン、ミーナイン、シャオミーミー MIXAIPO、ん ?AIPHA っていうので、価格がと32万円。 3000円で画面サイズが 7.92VIVOMEX355G 価,価格は 8, 8万9000円の画面,サイ画面サイズが6.89インチ LGV の 50S の THIM9 価格が11万3000円の画面サイズが6.4インチでメモリラムが8ギガロムが256ファーウェイノート30プロ 5G、えっとえっと。価格は約10万円の6.53インチでこれがとこれはとファーウェイが Google ググから除外された後にだ出したスマホ。 です。なので、これは Google には対応しておりません。で、でさっきの機種の小さい版かなでかい版だ。ででかい版です。うーん価格が7万8000円でこ、こっちがとお手頃価格ですけど、インチを比べればこっちがでかいです,ですね。6.62インチ。うんとで、 ファーウェイ、ファーウェイノート 30rs, p-o-r-s-c-h-e, d-e-s-i-g-m。えっと、価格が20万3000円。まあ、これはまあ、ボタまあ、高いですね。うん。えっと、画面サイズが6.531で、えっと、10月になったのが、 セブンティープロファイブジー M C M C L A R E M うんと九万八千円のと六点六七インチうんと八うんと八八四八 T I T A M I U M M 六ファイブジーうんと価格は未定ですえっと画面サイズがだ六 インチで次もまた中国サムスンサ,サムスンですね、えっと、価格がと32万3000円ボットグリンと画面サイズが7.3インチプラス4.6インチこれが HOMORV30 Pro ファーウェイか 価格が6万千円の画面サイズが6.57インチ。ファウェイ V30 が5万2千円の6.57インチ。これがね、REAIMEX50。4万7千円価格が画面サイズが見て、まあこ,まあ、このサイズは多分 7, 7インチか6.5、6インチだと思います。 あの、これが ORA, AMGE の MEVA, JET5G。あと、価格があと十万九千円の,の画面サイズが六点四七インチ。十二月はとファーウェイノート 65G。あと、価格が五万九千円の画面サイズが六点五七インチ。シャオミ、次はシャオ,シャオミですね。シャオミの REDME の K30 の 5G。価格が3万1000円の6.671。Oppo r e n o 3 Pro 5G。価格は見て、まあ、このぐらいなんで多分、な、な、7万8万ぐらいだと思います。画面サイズが6.51。これが VIVO X30 Pro。価格が6万2000円の 画面サイズが6.41。まあさっきの、次が、さっきのスマホの、さ,さっきのスマホと一緒かな違うまず、さっきのスマホのと安い、えっと、さっきの X30 Pro のカメラをトリプル仕様にしたらと、シェタルモデルです。えっと、ダイスがこれだと画面内し。し 画面内の指紋が一応、それとも価格が5万2000円の画面サイズが6.44インチっていう感じです。一応、そういう感じですね。まあ、すごいと思いますよ。まあ、まあ、5E は僕的には賛成なんですよ。賛成なんですが、なんか、アメリカの研究とかで、 なんか、人に概要と及ばせることもあるっていうのもあるんで、僕は賛成ですけど、賛成です、ですけど、賛成ですけど、一部反対な面も出します。まあ、今回もボロクソ言いますけど、ファーウェイとかも、結局は Google ググから除外されたから、さ,されたけど、自分のと会社の OS を作った。 金が、金が欲しいから、まあ、まあ、汚いことな、汚いこと言いますけど。そこまで言って、ファーウェイ、どうして Google から除外されたのってだったら、携帯を売りたいなら、ファーウェイ、Google ググから除外され、されるようなことをしなければいいじゃん。まあ、一つ思います。まあ、 アメリカと韓国では 5G サービスが開始されてますが、僕は 5G 的には賛成ですけど、少し、え少し、少し反対な面もあります。まあ今回はちょっと時間がないんで、ちょっとこんな長くスマホの紹介したんで、まあこのぐらいのまあ 全然過激なこと言いませんですが、すいませんでした。うん、それ、それ、それではまた次回お会いしましょう。それで、それではまた次回お会いできることを楽しみにしてます。まあ、明日、明日できればまたアップしますのでよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。